皆さん、こんにちは。シャローシ24担当講師、金沢です。シャローシ24は、単なる概要解説やポイントまとめではない、網羅性のあるインプット講義が全科目24時間で完結する、新感覚のラーニングコンテンツです。そのシャローシ24のノウハウを活用した極限まとめバージョン、シャローシ24プラスで10点アップを無料で配信させていただくことになりました。 皆様方の直前期の追い込み学習のお役に立つことができれば幸いです。さて、本試験で択一式を10点アップさせるために必要な要素というのが知識の瞬発力です。知識の瞬発力とは、習得している知識をできるだけ短時間でアウトプットする力のことを言います。問題を見た瞬間に、正誤判断に必要な情報を引き出し、問題文に当てはめる力です。 本試験の卓越式は時間との勝負です。もし知識量が合格レベルにあっても、知識の瞬発力がないと、制限時間内に問題を解ききることができません。せっかくの知識が宝の持ち腐れになってしまいます。知識をフルに使い切るために、知識の瞬発力を意識した学習をしていきましょう。この知識の瞬発力を高めるためには、知識を覚える、整理する段階から工夫をする必要があります。この10点アップの動画では、 知識の瞬発力を高めるための覚え方、整理の仕方をご紹介してまいります。それでは内容に入ってまいります。今回の社労二24プラスでは、労働基準法の労使協定についてまとめます。この労使協定の主な論点は、届出がいるかどうかと、メンバース的効果の発生時期です。まず、届出がいるかどうかについて整理をします。基本的な考え方は、労使協定のうち、労働者の不利益性が高いものは、行政機関がチェックを及ぼすために届出が必要です。 一方で、低いもの、労働者にもメリットがあるものは、届け出が不要です。その上で、原則、例外の関係を言うと、原則は届け出不要です。従って、数が少ない方、届け出が必要なものを押さえておきましょう。その届け出が必要なものは3つです。まず、任意貯金です。任意貯金は、強制貯金につながる恐れがあるために、労働者の不利益性が高く、届け出が必要となります。 次に、労使協定の名称に、労働とつくものです。名称に、労働とつく労使協定は、基本的に労働強化、すなわち、労働が辛くなる労使協定です。例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制、専門業務型裁量労働制です。いずれも、労働時間が不規則になったり、みなされてしまったりするということで、労働が辛くなります。従って、いずれも届け出が必要です。 そして、時間外休日労働協定、サブロック協定も労働とつきますので、届け出が必要となります。以上が届け出が必要な労使協定で、それ以外の労使協定は届け出が不要です。例えば、フレックスタイム制は労働と付きませんので、届け出不要です。 理屈で言えば、フレックスタイム制は、労働者が自ら修行就業時刻を選ぶことができるので、労働者のメリットもあるから届けで不要であるということになります。ただ、そういう理屈を、本試験の問題を見たときに、わざわざ思い出すのは、時間と思考力のロスです。問題文を見た瞬間、フレックスタイム制あ、労働って書いてないからいらない。って瞬時に判断した方が早いということです。 ただし、フレックスタイム制の生産期間が1ヶ月を超える場合においては、偏った過重労働が発生しないように行政側がチェックするため届出を必要としています。他、休憩交代制、代替休暇、時間単位年休なども労働者にメリットがあるために届け出いりません。これも名称に労働って書いていないから不要と瞬時に判断した方が早いです。以上が届出の要不要です。次に、メンバース撤効力の発生時期です。 これも原則と例外があります。原則は届け出が必要な労使協定を含めて締結段階で効力は発生します。例えば専門業務型裁量労働制も締結し届け出が必要ですがメンバス的効果は締結段階で発生します。 以上の原則に対し、例外は、時間外休日労働協定です。時間外休日労働協定だけは、締結し、届け出をして、初めてメンバーステイ効果が発生します。これは、時間外休日労働協定による、向上的な時間外労働が、最も労働者に実害が大きいものだからです。そのため、監督署が届け出を受理して、初めて効果が発生するようにしています。以上、原則は締結段階。例外的に、時間外休日労働協定のみ、届け出段階という整理をしておきましょう。 さて、この労使協定とは別に、労使委員会の決議というものがあります。この決議は、企画業務型裁量労働制や、高度プロフェッショナル制度を導入するために必要なものです。 企画業務型裁量労働制は、理屈上は世の中のビジネスパーソンが全員対象になってしまう制度で、の方図ずに制度利用が広がると、サービス残業の隠れみのにつながる恐れがあります。そこで企画業務型裁量労働制を導入するためには、労使協定ではダメで、わざわざ労使委員会というものを創設して、決議を経なければいけないことになっています。すなわち導入要件を厳格にしています。 この決議についても届け出が必要となりますが、そのメンバース定効果は届出時点で発生します。 つまり、締結時点で効果が発生する専門業務型裁量労働制よりも、この点でも要件を厳格化しているということです。同様に、コープロ制度においても、要件厳格化の観点から、届け出によって効力発生としています。そして、この労使委員会が置かれている事業上では、本来、労使協定の締結が必要なものも、労使委員会の決議に変えることができることになっています。いわゆる代替効力です。 ただ、すべての労使協定ではなく、決議に変えることができない労使協定が2つあります。それが全額払いの例外と任意貯金です。 この二つは完全に賃金オーリーの協定で、労働時間が関わる要素がゼロですから、代替することはできません。一方で、それ以外の労使協定は全て代替が可能です。代替する際は、労使協定で手続きをする場合は届け出が必要なものも、決議だけで OK ということになっています。これは、事業上に労使委員会を設けると、労使協定の届出がいらなくなりますよというメリットとして認められています。 ただし、時間外救出労働協定のみは、労使委員会の決議に変える場合でも届け出が必要です。なぜならば、時間外救出労働協定は、届出によってメンバーステイ効果が発生する唯一の労使協定であるからです。以上、労使委員会の協定代替決議のまとめです。他、協定代替決議の機能は、労働時間等設定改善委員会にもあります。労働時間等設定改善委員会では、 任意貯金、賃金全額払い、年休日の賃金以外の協定について代替決議が可能です。代替できる範囲は代替同じようですが、ちょっと違います。すなわち、年休日の賃金につき、労使委員会では代替可能ですが、設定改善委員会では代替できません。これは、労働時間等設定改善委員会は文字通り、労働時間等の設定改善につき審議する場です。労働時間の要素が濃い協定が対象になります。 年休日の賃金は賃金の要素の方が濃いため労働時間等の方には含まれません一方で企業単位で設置されている労働時間等設定改善企業委員会については代替できるのはお休みが増える関係のみですすなわち代替休暇時間単位年休計画年休のみです企業委員会の決議の効果は決議に委ねる旨の労使合意がある全事業上に及ぶため反対が少ないであろうお休みが増える関係のみに絞っています 改善委員会は NG3 つ、企業委員会は OK3、OK、つと数で覚えておくといいでしょう。以上、労使協定、そして協定代替決議についてのまとめです。次回の社労士24プラスでは、労災保険法のスライド性と年齢階層別の限度額を極限までまとめます。ありがとうございました。